はい、皆さん、こんにちは。c s ー特ウェイブ、えー、担当の清家でございます、えー。いかがお過ごしでしょうか さて、えー、前回もお話ししましたですけどね、えーまあ、この夏、あのパワーモフィコンというですねアメリカのイベントに行ってまいりました。えーまあ、そこから学んだですね、まあ、ビジネスのこと、えー、それから人間関係のこと、えー、いろんなことをですね、振り返りながら、えー、この回も進めていきたいなと思っております。ということで、今日のですね、えーまあ、テーマというかね、えー、今日の話としてはですね、あのーまあ、今回の旅行でですね、まあ、過去にあの自分がその研修先だったところを 訪問することがでできたんですよねこのことについてちょっとお話したいなと思ってるんですけどあの実は僕がね、まあ、いつも言ってますけどアメリカで農業研修に参加する機会がありましたこれはもう随分前1984年もうほぼねもう30年近く経ってるわけなんですけど早いっすねあっという間なんですけど、えー、このラジオの放送を聞いてる方もですねたくさんいろんなねあの海外農業研修に参加された方がいらっしゃる僕の先輩たちもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど。 えー、現在もですね、その後輩たちもあちこち世界中に飛び回っております。で、まあ、あの私の、まあ、研修はもう30年も前に終わったんですけど、えー、30年経ってですね、今回、えー、何回目だかな、2回目、3回目ぐらいの、えー、元の研修先を訪問することにしたんですよね。で、到着したのが8月の、えー、21だったと思います。22日からですねその 研修先のすぐ近くパサディナ市っていうところにえもう車で10分ぐらいなんですけどそこで僕らはあのビジネスの,そのねブースを作ってその店頭販売みたいなことをやったわけですよねでそのまあ到着した時にですね翌朝せっかくここに来たんだからもう車でね10分15分ですからちょっと行ってみようということで僕の息子とそれから僕のうちの今回一緒に連れてるスタッフまだあの会場の準備とかできなかったんであの時間の関係でで まず連れてったんですよであの「こんにちは」ということでと向こうもびっくりですよね突然で、ね、30年も前の人間がポンとやってきて「こんにちは」ですからねでまあそのボス石原さんとおっしゃるんですけど、えー、私が本当にね研修先でお世話になった私の直接のボスでございますえー、お世話になりましてですねあのおよう来てくれたということであの本当にねあの 温かく迎えていただきむしろ、えー、息子も紹介してで、まあ、ここでお父さん仕事してたんだよとでこういうセールスマンの仕事をしててで当時は、ね、あの苗木とかですね、えー、それから苗物ですね、はい、あのいわゆるベディングプランツっていうんですけどあのいわゆる春先に植えるその、ね、庭の一、ねえー、年草の花でこういったものを育てることをやってましたですねで、えーまあ、そういうのを販売やってた時の場所なんですけど 非常にね、あのー、僕も全然まだ21歳ぐらいで全然右も左本当にわからない状態で行って英語も,もう本当ねまだまだたどたどしい頃だったんですけどとにかくその実際に現場に放り込まれた状態で、あのー、なんとか必死になってね、あのー、仕事をやってたのを覚えてます。で今ね30年経ってでその時の経験っていうのがですね今の自分にこう生きてるわけなんですよね。でその そそのの場所その研修先からそのほんのね15分ぐらいの先の車のところに、えー、自分はそのビジネスでやってきてで、えーまあ、その自分のブースで物販をするといわゆる今まで、ね、研修先で昔花を売ってたのが今度はおもちゃですけど、えー、いわゆる物を売るっていうことお客さんと接して物を売るっていうことをやってるわけなんですよね。 でそのことをそのうちのボスが、ね、すごく喜んでくれましてでいやもうねそれはあのもうお前が選んだあの、ね、あのもう本当時代のものだからあのしっかりやれなさいよということで応援していただきましてですねでまあ,あの本当にね子どもたちうちの子供たちとかもねスタッフとそれから子どもにですねいろんなお話を聞かせてくれました。 で、このね、あの僕が勤めた場所っていうのがサン・ガブリエル・ナーセリー・アンド・フローリストっていうところで結構歴史のあるところなんですよ。で、実はもともとは日系人の方で、えー、吉橋さん、えー、あ、吉村さんとってところなんですけど、えー、吉村さんというファミリーが、えー、ここを始められまして戦前に始めたそうなんですね。もうね、かれこれ、えー、もう50年7いやそっか、100年ぐらい近いのかな。 の歴史がある場所なんで,すよで、えー、その戦後戦争中年、ね、もうこれはあの日本と戦争してた頃でしたからアメリカもねあのそのサンガブリュー・ナーセリーの財産とかっていうのはね接収されちゃってでそこに住んでる人たちもあの自分たちの土地ですよ買ってねでそこで生活してやるのにもう強制的にそのねどっかの砂漠の方のキャンプ地にですね 強制収容所に入れられらて敵国人扱いですよね。まあそういうその非常に辛い時代を過ごしたあのファミリーがいらっしゃったそのフ,ファミリーのビジネスなんですでところがねそのすごいなと思ったのはそこの,そのビジネスっていうのはそこ当時働いてた,たくさんの人が、ね、働いてたんですけどメキシコ人の,その方が非常にこ優秀な方がいらっしゃって。 でその吉尼さんたちがねあの強制収容所に行ってる間にですね「あの大丈夫私があの面倒を見ておくからあの大丈夫だよ」っていうことで、えー、みんなをねあのビジネスを受け継いでその皆さんがいらっしゃらない間はね運営してたそうなんですね。で戦後を迎えてで当然あの解放されてで帰ってきてでその帰ってきた後にですねすんなり。 そのメキシコ人の,その経営者の方はその元々のオーナーである吉村さんたちですね経営を経営を返してそしてまたみんなでやり始めたそうなんですねでその後ずっとそのビジネスも続いてきて現代に至ってるわけでそ,のそ,のそこで僕たちは研修をさせてもらったわけなんですけどねあのー、何がすごいかってそれだけ人間関係の信頼っていうのがあるわけでしょいわゆるそのねあのねあ 当時は敵国人だというようなことも言われたぐらいの時代だったんですけどでも一緒に働いてた仲間だったんですよねメキシコ人のその方はねでそういう人たちに支えられて非常にこの地元の人たちに支えられたビジネスだったでそれがずっと今も残っているとでそのボストンもいろいろ話をしてたんですけど、まあ、やっぱり時代が変わってきてますよねその皆さんが住んでるそのちょうどねこのサンガブリューのナーセリーの周りのね あの環境もどん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 変わってきて住んでいる人たちの人種もね随分変わってきたそうなんですよ。でこれはの僕がいた頃にもちょ,っとちょっとずつ感じはあったんですけどえかなりね中国の方がえ土地を買われてで中国人の方たちがそこの近所にねたくさん住み始めてるそうなんですよ。で僕らの時にはまだまだいろんなあのメキシコ系の方も多かったしいろいろまあ混ざってたんですけどかなりのね今はね中国系の方が増えてて。 であの園芸関係のビジネスもですねアメリカの方ではなかなかね厳しいんですよね今ね。でうちのボスが、ね、言うにはですね清家、まあ、君ねもうほんとビジネス僕らの園芸のビジネスもね今大変だけど幸いかなその僕たちが今生き残れてるのはやはり東洋系っていうことでその近所に住んでいるその中国系の人たちがやっぱりその、ね、お金を持ってらっしゃるんで,でやっぱりそのね何て言うかな あの日本日系人の人たちが運営している、えー、植物園の,、ね、あのビジネスのところにやってきてナーセンに来ていろんな花を買ったりとか、えー、それから植物を買ってきてくれるもう非常にそ,のそういう意味ではねあの支えられてるんだよだから僕たちも続けてられてるんだよっていうようなことを現実をですね、えー、話していただきました。なかなかかねやはりその その時代時代でですね、えー、お金の流れだとかっていうのは変わるもんだと思いますけどあなるほどなるほどそういうふうにね、えー、時代僕の時代の時にも僕がされた時にもですね感じてたことですけど、えー、ああやっぱりそういうふうにね、えー、お金の流れが変わってるんだなと思いましたですねまあいろんな意味でね今回の,その、まあ、ビジネスの旅行ではあったんですけど、えー、まずね改めて世界のね潮流、えー、それから えと実際現在のね自分の研修先あの昔の研修先がどういう状況になっているのか、ね、でそこのまあそことそれから私の今やっている仕事との接点原点の確認 そういうことができた意味ではですね、非常に大きい意味のあるあの旅行だったなと思っております。というわけでですね、今回、まあしばらくね、この辺のね、いろいろ気がついたことをですね、お話ししながら、また今回のですね、CSV 特ウェイブ、話を続けていきたいと思います。ということで、今日の第1曲目でございます。80年代の曲ということで、思い出しますね、この曲でいきたいと思います。ウルトラマン 80!